て制約しやすいもの売れる商材で稼ぎたいというご相談ですね。選び方のコツ、選び方のポイント、まあ、商材選びのポイントってことですよね。まあ、やはりですね、まあ物販ですよね。基本的には A8 ネットというのは、まあ、もちろんあの、ドメインサービスとかその見えないもののサービスもありますけれども、物販ものですよね。なので、CM とかっていうのを大きな企業がやってて いたりして、そういう大きな企業も結構 A8 を使ったりするんですよね。なので、まあ、認知度の高いものっていうのは売れやすいかなとは思います。全く知らないあのものよりもやっぱり慣れたものを買いたがりますよね、まあ、日本人は特に。なので、認知度のあるものからっていうのがあると思うんですけども、まあ、ただですね、 A8 ネットっていうのは単価の低いものも多いし、あと注意点なのは、販売中止になってしまうってことが結構たびたびあるってことですよね。そうなるとあなたのサイト紹介の文章とかですね、リンクとか全部を貼り替えなきゃいけない、まあ、面倒なところにもあります。まあ、A8 ネットですね。